こちらはネクスコ東日本です。午後4時5分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに6号三郷線上り方向の情報です。小杉ジャンクションを先頭に三郷ジャンクションまで8キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて6号向島線上り方向の情報です。両国ジャンクション付近を先頭に2キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて中央環状線内回りの情報です。西新宿ジャンクションを先頭に西池袋まで4キロほど交通集中のため渋滞しています。ハイウェイラジオ外観三郷南よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。